はっキャリにおける軍事衝突はクルディスタン労働者党とトルコ軍の間で生じた一連の戦闘のことである。クルディスタン労働者党はいくつかの国においてテロ組織と認定されている。事件の背景にはトルコによるトルコ領内のクルド人政策とそれに対抗する過激派であるクルディスタン労働者党の構想がある。クルド人は現在のトルコ、イラク、 イラン、シリア近辺に定住している民族である。第一次世界大戦でのトルコの敗北によるセーブル条約で、この地域にはクルド人の国家が設立される予定であった。しかし、当時のトルコのムスタファケマルを指導者としたトルコ革命によりローザンヌ条約が締結され、クルディス大建国は消え去り、現在の国境線が確定された。 トルコ国内ではクルド人による分離独立運動が生じたが、これに対してトルコは武力制圧など圧政を敷いた。この圧政は過激的な独立主義者である PKK の活動を活発化させた。しかし PKK の活動はトルコ側のみだけでなくクルド側にも損害を与え、両者からの支持を失ったこと、1999年。 リーダーのアブドゥラ・オジャランが逮捕されたこと、近年トルコ政府のクルド人への融和政策が行われたことで、その状況は沈静化しつつあった。そのような状況下で本事件が発生した。PKK の兵士は18人のトルコ軍のコマンド部隊をシュルナク県のガーバー山に置いて吸収し、13人の兵士を殺害し、3人を負傷させた。 これはこの日に衝突したトルコ軍の中で最大の損害であった。報告では PKK の民兵を一人殺害したとある。トルコ軍は北、イラクへ PKK の兵士が逃げ出さないように国境線を固めた。対応 PKK の攻撃の後、トルコ大国民議会はが、トルコ軍が北、イラクに侵入して戦闘を行って良いという承認を与えた。マイナスコブラ。 反撃に利用されたものと同じ方。トルコ国議会が北、イラクへの侵入を承認した翌日に攻撃は行われた。PKK は攻撃の30分前に1 5ラムの爆薬を使用して増援が到着しないように橋を吹き飛ばし、主要道路を切断した。北、イラクにおいて行われた攻撃により、トルコ軍の兵士16人が負傷し、12人が死亡した。 BKK に関係した報道では、トルコ陸軍兵士の8人が子供をさらっていったと伝えた。トルコ陸軍は8人の兵士と連絡が取れなくなり、彼らは捕虜になったかどうかは不明であると伝えた。一人の負傷したトルコ兵がインタビューにおいて攻撃の説明を行った。彼は自分が50人からなる中隊の一員であり、どうすかを装備をした150名の攻撃部隊とともに、 0時20分より開始された攻撃に参加したと語った。攻撃部隊は R-1 コブラが戦場に到着した3時45分に撤退を始めた。トルコ陸軍は報復として増援部隊とヘリコプターをその地域に送った後間もなく、作戦の初期に PKK の民兵32人を殺害したと発表した。 戦闘の現場からそう遠くないところで結婚式に参加する一般市民のミニバスが PKK が仕掛けたと思われる地雷の爆発に巻き込まれた。これにより17人の市民が負傷しミニバスは完全に破壊された。負傷者は行く席おばの病院に空輸された。反撃反撃に使用されたものと同型の F-16 ファイティングファルコン国境沿いに展開していた。 砲兵隊は10月21日における攻撃に続き、北イラクの攻撃目標を砲撃した。10月24日早朝より、R-1 コブラと F-16 ファイティングファルコンがデアー,ーブクアの飛行場を飛び立ち、イラク領内に 50km 侵入した場所にある PKK のキャンプを爆撃した。外国の報道機関がこれを確認した。トルコ軍のエリート部隊である、 レッドベレットコマンドは、行方不明になっている8人のトルコ兵士を探し出すため、ホットパスート作戦を北、イラクにおいて開始した。PKK の工作員間の無線通信では、写真を撮影した後、8人の兵士のうち2人はアルビリへ連れて行かれたと話されていた。兵士は11月4日に解放されたが、8人すべての兵士は PKK に降伏したことにより、 命令に不服従であったとして起訴された。攻撃エリア付近では、作敵と殲滅作戦が行われ、トルコ軍は3丁の AK36 個の手榴弾、1つの RPG-7 ロケットランチャー、27発のロケットランチャーの弾薬、153発の AK-47 の弾薬、10個の AK-47 の弾倉と、5 0 0ムの C-4 爆薬を、 発見した。10月28日に8000人のトルコ軍の兵士が航空支援の下ドゥンジェリ県における大規模な作戦を行い、トルコ陸軍によれば20人のクルド人ゲリラを殺害した。ナト o 事務総長のヤープデホープスヘッフェルアゼルバイジャン、アゼルバイジャンの外務大臣の報道官であるカザー、イブラヒムは PKK をテロ組織と断定し、アゼルバイジャンとしては テロの被害を受けたトルコの行動を支援することを発表した。PKK による攻撃はアゼルバイジャンの爆雨における2007年10月21日の暴動を引き起こした。ベルギー、反 PKK 抗議運動がベルギーのセントジョーゼのシェービークで生じ、800人余りが警官と衝突した。100人が負傷した。一部の運動家がパトカーを襲い、 内部にいた三人の警官を負傷させた。その結果、三人が殺人未遂の容疑で逮捕された。カナダ、カナダの外務大臣、マキシメ・ベルニャーは、PKK により引き起こされたテロ攻撃を非難した。フランス、フランスの外務大臣、ベルナール・クシュネルは、PKK が10月21日に12人の トルコ兵を殺害したテロ行為を強く非難し、フランスとヨーロッパ連合が PKK をテロ組織とみなすことを表明した。ドイツ、ドイツの外務大臣、フランクバルター・シュタインマイヤーの発表において、ドイツ連邦政府は、どのような種類のテロ行為も許さないことを強く述べた、ドイツのトルコ人社会代表のケナンコラとは、テロに対する批判を述べた上で、 イスラムによるテロが自分たちに向いた場合とヨーロッパの人々たちに向いた場合で態度が違うと感じていることを述べた。ギリシャ、ギリシャの外務大臣はトルコの外交努力を支援しトルコ領内で発生したテロ行為を非難しギリシャの立場がどうであるかをはっきりとさせた。イラク、トルコによる北、イラクへの侵攻の可能性に対してイラクのクルド自治政府は国境沿いに 民兵組織であるペシュメルガの兵士を通常より多く配置した。タラバニ大統領とバルザニ議長は PKK が構想を望むのであるならイラク領土から立ち去るように述べた。また、クルド自治政府はトルコ当局にクルド人を引き渡すことはなくどちらの陣営にも味方しないことを述べた。他の発表ではバルザニ議長は PKK をテロ組織とはみなさないということを述べている。 イラクのタラバニ大統領は PKK は武装解除されるだろうと述べた。アメリカのコンドリー・ザ・ライス国務長官からの電話の後、バルザニ議長も PKK に戦闘を停止するよう求めた。しかし PKK は戦闘の停止は実情とは異なると発表した。イラクのヌーリー・マーリー・キー首相は PKK のすべての事務所は閉鎖され PKK が イラク国内で活動することを認めないと発表した。トルコの外務大臣ババジャンと会談を行ったマーリキー首相は PKK はイラクの重要な収入源である原油のパイプラインを攻撃するためイラクにとっても脅威であると述べた。イタリア、イタリアのロマーノ・プローディ首相は10月26日電話での取材にテロ行為の犠牲者に対する哀悼と テロ組織に対する団結を行うと回答した。日本、日本の外務省は次の声明を出した。我が国はクルド労働者等によるテロ攻撃により民間人を含む多数の犠牲者が出ている。最近のトルコの治安情勢を懸念している。テロはいかなる理由でも正当化されず、我が国は PKK による一連の暴力行為を強く非難する。我が国としては イラク当局が北、イラクに潜伏する PKK のテロ行為を停止させるために適切に対応するよう、またトルコが最大限に自制するよう求めるとともに関係国の協力によって事態が速やかに沈静化することを期待する。トルコ、PKK による攻撃に反応して2007年10月21日にトルコの様々な都市において 組織化されない一連の抵抗を引き起こした。イスタンブールではタクシムスクエア周辺での抵抗が生じ、そこで政治活動家が集まった人々にトルコの小さな国旗を渡した。そこでコンサートや娯楽関係の予定は攻撃により中止となった。トルコのビジネスマンは攻撃を非難した。350人の女性を含む合計4500人の義勇兵が PKK と戦うための軍に参加するために集まった。このうち1200人はすでに兵役を完了した人たちであった。2007年10月現在、トルコ政府は攻撃に対応する方法を討議中である。トルコは北、イラクに対し行っている電力供給を停止する可能性があるが、2007年10月時点ではまだそれは決定されていない。 トルコのイラク国境における軍事的自衛行動は戦車や他の軍事兵器の多数の増援により最高レベルに達した。トルコは11月2日に行われたイラク近隣諸国との会合によりトルコが北イラクにおける陸上作戦を実行しない代わりにイラクがすでにイラクに渡した150人のリストにある PKK の指導者を渡し 翌日に有益な情報を持ってくるように要求した。イギリス、トルコの首相、エルドアンとの記者会見で、英国首相のゴードン・ブラウンは、PKK に対する批判とトルコへの協力を述べた。アメリカ合衆国、アメリカ国務長官コンドリー・ダ・ライスは、適切に攻撃に対応するために数日の猶予を求めた。トルコの首相はアメリカはトルコを支持することを、このめかしたと語った。 大統領ジョージ・ W ・ブッシュは、トルコの大統領アブドゥッター・ギュルにアメリカは、PKK との戦いにおいて、トルコを支持することを保証した。また、ブッシュはイラクに対して、PKK に対する行動を起こすように、引き続き圧力をかけることも述べた。ライス国務長官のイラク関連の相談役である、デイビッド・ M ・サッター・フィールドは、 クルド人の指導者による行動が満足のいくものではないと指摘した。アメリカ合衆国とイギリス、米国のライス国務長官と英国の外務大臣、デイビッド・ミリバンドは PKK によるトルコ及びトルコ市民への攻撃を非難する共同声明を行った。その上でイラクとクルド自治政府に対して PKK テログループのイラクにおける行動の中止を要請した。NATO NATO 事務総長のヤープデホープスヘッフェルは、NATO の同盟国を代表して、最近の PKK の攻撃に対し激しく非難した。欧州連合、欧州議会ハンスゲルト・ペテリング議長は、トルコ国内の PKK のテロリズムに対する非難を行った。その上で、国際社会はトルコを支援しなくてはいけないと主張した。欧州委員会委員長のジョゼマヌエル・バローゾは、 PKK の攻撃に対する非難とトルコの防衛権を主張した。ありがとうございます。